浜野春樹ライブ始めます。こんにちは歌舞伎町の皆さん、こんにちは。テンション低くない？ちょっと人数がすごい減ったよよかったらみんな前来てね。ぜひね、あ、私怖くないです、何もしない。ぜひ来てください。あの広場にいる皆さんも、あのいる皆さんもぜひ、近くに来て聞いていただけると嬉しいです。じゃあ浜野春樹の歌を、今日オリジナル曲を5、6曲歌います。じゃあ聴いてください。ずるいね。君に何度も振り回されて、この恋はね全部君が悪いの最初から分かってだけど、やっぱりずるいね。私のところに戻ってきなよ。ソードも大好きなビールも炭水化物も全部食べていたいけなんてもう気にしなくていい。私たち別れたんだよね。なのにインスタのとこにいいね。最後まで捨てよね。もう嫌いだ。でもね君は忘れられないよ。過去には終止符も打ってきた。もう戻らないと決めてたのに、ももっと遠くに行かないと。君をもっと好きになってしまう前にさよなら。いつもと違うように見えて、こんなに綺麗なものに気づけなかったよ。ネイルもピアスもメイクも私らしくがテーマになって、もう君なんかいらなくなって歩いていける。もう立ち止まらない、絶対に強くならなきゃ、前に進まない。この私が昨日の私より可愛くあるため、もう君のために泣かないから。叶えたい夢も好きな友達も大切なものたくさんあるし、少し袖を引かれるけど私は前に進む。見えてますかね。浜野春樹と言います。My name is 春樹浜野。今歌った曲はずるいねという曲です。私のオリジナル曲なんですけど、なんて言うんでしたっけ。そう、各配信ストアでリリースされてます。YouTube にも MV が載ってるので、ぜひそっちの広場にいる人たちも調べて検索してみてください。じゃあ次の曲歌うんですけどね、今日はなんかほぼさ、私路上ライブ
って聞いてたからさ、セトリとか何も決めずに来ちゃったんだよ。ちょっと待って、パスワード忘れた。パスワード忘れた、ちょっと待って。はい、じゃあね、何がいいかな。私福岡出身なんですけど、福岡にいる時に最後に書いた、今上京してきて東京にね、上京する寸前に書いた、まあ、ここ歌舞伎町ですよね。福岡の歌舞伎町といえば中洲ですよね。中洲ロンリーナイトという曲があるので歌います。聴いてください。はい、久しぶりにこのスタイルで私ライブやってるな。ね、最近ずっと箱ライブが多かったから寒くないですか？めちゃめちゃ缶ビール飲んでるけど寒くない？あ、コート着てる。いや、なんか最急に今日寒いなって思うんですけど、気のせいですか？寒いよね。寒い。答えてくれてありがとう。次歌う曲は、そう、もう8時だからいいか、セックスレスという曲です。聴いてください。歩けれど100個の嫌いよりも
強くなったよ。そう思えるだけでね、言いたいことはいっぱい。靴をしっかり並べてとか、電気つけっぱなしとか、好きだよとかね。前はもっと抱きしめてくれたのに、愛してる愛してる言ってくれたのに、いつかあった家族みたいな存在になってしまったね。君のいない部屋だと寂しい。言葉とかありきたりなこと届けどいい。もう気の悪い私のためにドアを静かに閉めたり、冷え性な私に熱いコーヒー入れてくれたり、肝心なところを聞かせる先に目を小さかりとか、そんな小さなことっていい。人救いの幸せだ。早すぎてまだもうさ3曲も歌ったのにまだ10分しか経ってないです。やばくない？いっぱい曲ちょっと持ってきてないよ。どうしようかな。新曲歌おうかな。もう一回言うとこ。ちょっと新規がこう入れ替わるから。浜野春樹と言います。今お手元配ってるフライヤー見てください。ぜひあのホームページ載ってるのでホームページチェックしてみてください。11月18日にワンマンライブとかもありまして、今後の活動も SNS にて報告していくので、ぜひ SNS チェックしてください。何歌おうかな。何の曲が好きですか？いいだね。あ、ないわ。ちょっと疑問で言えない。私さっきラーメン食べたんですよ。歯にネギついてた。教えてね。ついてないですか？大丈夫？結構あの歯見せて笑うからさ、心配で心配で仕方なかったんだけど今までネギついて曲歌ってたら面白くない？全然ウケなかったね。ちょっと待って、あの私 MC 本当ん？あ、チェックし、あの歯で、ね、自分でねこうやってねあの MC が本当に苦手なんで、ちょっと曲のつなぎ短いんですけど、なんか話題ください。みんなで喋ろう。なんか最近、はい、あ、じゃあカバー曲ちょっとやってなくてすいません話題すいません。ちょっとカバー曲ができなくてごめんなさいね。何言った？いやね、最近ね新曲、あのめっちゃ後ろ下がってた、危なあの新曲を最近あの SNS にアップして、であの「疑似恋」っていう曲なんですけど、そちら
なんだ今総再生数が1000万回回っててやばくない？いや、ヤフーニュースとかに載っててびっくりしたんですけど、私自分の名前ヤフーニュースで見るなんてびっくりしたんですけど、ありがとうございます。で、その曲11月22日にリリースなので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてほしいんですけど、今からちょっと歌いますね。ちょっと待ってね。で、携帯今ね、低速が来ててね、普段どれだけ PA さんに助けられてるか分かりますね、これこうやってしてると。じゃあ新曲を歌います。聴いてください、疑似恋。どこかの雑誌で見たの、ごめんなさい、遊びかどうか、声入ってた、ごめんライブ映像じゃない、ライブ音源じゃなくて声入りで出しちゃった、ちょっと待って、もう本当に混乱して怒られるよ、もうごめんなさいね。こっちだね。はい、じゃあもう一回気に取り直して歌います。聞いてください、疑似恋。どこかの雑誌で見たの、本命か遊びかどうか、チェックリストとでも当てはまってしまった。会うのは私の家だけ、好きはくれる愛してはない、甘いキスをするけどデートにはいかない。デパコスのメイク落とし、隠してやったの知って、自分のだっていいけどそばへバレ、もういいよ他にもいるでしょ、私はいわゆるそういう位置、サフレなんてなりたくなかった。会いたい時にあなたはいなくて、会いたい時だけ急に呼び出して、疑似恋愛しながらただただ重ねるから、たは気持ちはいいけれど君に気持ちはない、わかってるのよ伝わるのよ。会いたい夜にすぐに駆けつけて、会えない夜は声で抱きしめて、そういうこと君がしてくれたら幸せでたのに、終始するいい人、そう運命じゃない、私の涙少しは気づけばか、眩しくて目が覚まると君はもう出てったみたい、無駄に優しい眩しさ、はあ、残さないように優しく頬に言ってきます、のキス会えないくせに思うせぶりはずるいよ。会いたいよって言える関係で、寂しいよって言える関係で、君と出会えてたらどんなに幸せで、だから世界で一番に君の答え顔にさせれるし、わかってるでしょ大好きなの。告白の言葉待ち、答えが欲しいだけ、君から伝えてほしいだって男でしょ。甘い残りがする、君の部屋は罪悪感とともに寂しさ募るの。会いたい夜にすぐに駆けつけて、会えない夜は声で抱きしめて、私だけを見つめていてほしいだけだったのに、早く会いたいよ今すぐ会いに来て、誰より君を思ってるのよ。会いたいよりも忙しいが先、寂しいよりも疲れてるが先、悲しくなる夜なんていらない、これ以上のもう一回オフィシャルになりたい、いつか振り向かせてみせるわ、負けないから君をやめたくないよ。私は気づけばか。ありがとうございます。疑似恋という新曲でした、ありがとう、ありがとうございます。あとね、早くリリースしたいね、この曲は。
今 TikTok ライブもしてるんですよね。こんにちは。じゃあじゃあどっち歌う、あと2曲歌うんですけど、足疲れた大丈夫ですか。いやすごい、さっきメガネ率めっちゃ高い。一人以外全員メガネだったから今。いや私もね、メガネかけるの夢だったから、あの目悪くするためになんかこう、何めっちゃ近くにいてテレビ見たりとかしてたんですよ。あの怒られるけど、目悪いってこうやってさ、あのこうやって見るじゃん、目悪い人。それがむちゃ憧れだったの。可愛くない、なんかこうやってしてるの可愛くない。そう、それ憧れてて、すごいあの悪くなるためにそうこの辺でアニメ見たりとかしてたんです、ちっちゃい頃。でも全然悪くなれなくて 2.0 あります目。視力本当にカラコンとかもねあんましないんで、こうなんかカラコンするとね、私あの1時間が限界でこう乾いてくるんですよ。なんかすぐ撮りたくなるから、あのちょっと眼鏡の人は憧れです、私の中で。眼鏡してない人ごめんね、あの憧れてないわけじゃないの。じゃないわけじゃないの。じゃあ次の曲、なんか今日さ歌舞伎町だからさ、すごいあの何セクシーな歌しか持ってきてないんだけど、次の曲もあの春木節な曲なんですけど、なんだ今日この後みんなは帰るの、すぐ朝帰りする人いる。朝までなんか飲んで帰ろうみたいな、ないよな。私も最近あのここ2年ぐらい朝帰りしてないな。あ一回さ、あのワンマンの日の打ち上げだけ、本当に。もね、私ワンマンの日もね意外とね打ち上げとか誘われるけど、もうすぐ帰りたいんです家に。あのワンちゃん飼ってて餌やんなきゃいけないからすぐ帰りたいんですよ実は。これはあんまスタッフさんには言えないんですけどね。だけどじゃあこの後、あこの後じゃあ今から歌う曲は朝帰りという曲です。聴いてください。いつもよりパサついてるあいつが乾かしてくれた髪、いつも使わないメイク落としに化粧水で乾燥した髪肌も全部全部嫌いだ。そんなこと思いながら歩く帰り道、私を
し弱くするけど君が悪いんだ。いつも好きだとか可愛いとか言ってくれないからさ、自信ばかりなくしちゃうからさ。朝帰りする元気はないけど。じゃあ最後の曲、早いね。まだ24分しか歌ってない。私、みんな何分ぐらい歌ってるのこれ。だいたい1時間ぐらい。マジ。私ほんと MC がさ続かなくて、これ悩みなんです今。さあどうしよう。でもね、いいんだよ、今日物販もあるし。そう、ちょっと CD って、あ、そこで言わないかかったこれCD とあとライブチケット今日持ってきてます。でもライブチケットも持ってるって人もねいると思うので、 CD も持ってるって人もいると思うので、そういう人はちょっと今ね持ってるフライヤーとかになんかいいのかな、サインして OK OK って言ってるからマネージャーさんね、 OK OK って言ってるから、ちょっとフライヤーにサインでもして、皆さんとちょっとでもね、こういう場でしか交流できないからさ、最近、最近ほらね、ライブも結構してるけどさ、何言いたかったんだろうね。何喋ろうとしたか途中で忘れるんですよね、頭の中で。これ癖、どうしたら文がまとまりますか。これ私みんなに聞きたいの。今私金曜日の26時からFM 横浜でラジオレギュラーやらせていただいてるんですけど、ここに響くのよ、この MC 苦手が。ここに響くの。一応ね、何用意してくれてるんだよ、台本ね。台本あるんですけど、その台本にさ、こうアドリブみたいなさ、好きになんか喋ってくださいみたいな、こうあるのよ、コーナーが。おいってなるの何喋ろうってなるから、そういうね、なんて言うんだろう、話題はあるのよ、いっぱい。日々非刺激的な生活してますから、話題はいっぱいあるんです。なんかこう、例えばさ、最近漢字を覚えたとか、おのおのっていう漢字あるじゃないですか。あれカクカクって呼んでたんですよ今までちょっと最近発覚したんですけど、なんかこういう面白いエピソードあるんですけど、ほらこの一文で終わるわけ。私ここからの広がりがなくて、どうしたら話して広がるんだろう。最近もすごいね、マネージャーさんとかにもね、主語はって言われるの。主語っていうか、もう述語はみたいなでって言われるから、こうなんか勉強しないといけないんだけど、なんかコツあります？喋れるようになるコツ。喋る仕事してる人、なんかプレゼンとかプレゼンしたりする？しないか。もう要はさ、アーティストさんってさ、みんなさ自分をプレゼンするわけじゃんね、こういう場で。それがね、苦手なんですよこれやばいことに。っていう話はね、さっておき、福岡出身って話したと思うんですけど、親不孝通りという場所があるんです、福岡に。わかりますか、親不孝通り。そう、そこで書いた曲。これは上京前じゃなくて、上京してて福岡に遊びで帰った、遊びに行った時に、地元の友達に会いに行った時に、地元の友達と何遊ぶんだよ、遊んだの。20歳になってさ、ほとんどそのクラブとかに行ったことあんまなくて、でまあ福岡帰ってきたし何もすることないからクラブ行くかみたいな、だってこう親不孝通りでクラブ行った時に、ああね、男の人ってなんか0時過ぎたらみんな狼になるんだなみたいな、なんか男女の優勝とかないなって思ったんで、それを曲にしました。最後の曲にふさわしいかどうかは分かりませんが、聴いてください、親不孝通りノンフィクション。
押しは媚びを売り合い、大事すぎると狼とかスメンツ優勝なんてない。恋を知るほどに強くなって、愛を知るほどに臆病になる、愛に苦心しか、人の不幸を喜んでませんか。人は誰しも自分が可愛いし愛されたいもの。食べた方がいいと言われるほどに沼にはまって抜けられないの。最低な恋の後の方が私は輝ける。戦場へ見れない今日は計画なんて立てないでさ、シャララ光る街灯は今夜レイジズモの場所。戦場へ見れない君と輝く夜の向こう側、シャララ光ってる夢に勝ち上げる。これ終わり、これで終わりなんですけど、ありがとうございました。最後名前だけ、浜野春樹と言います。こっちか、画面の皆さんこんにちは。じゃあ今日はこれで終わりです。ぜひいっぱい曲聴いてくださいね。